はい、おはようございます。品川です。本日も引き続き諫早を散策していこうと思います。今日は2つ行こうと思っていて、1つは小長井駅、牡蠣が美味しいらしいので、食べに行こうと思うのと、あと干拓の里っていう干拓関係の、資料館があるみたいなんで、今日はそこに行こうと思います。今正面にある川の中の石を飛び石って言って、あそこをねトントントンと行って川を渡れるらしいんですけど、そう、橋代わりにこう使う感じなんですけど、あれだと不便だから橋かけたいけど橋流れちゃうわって言って作られたのが昨日のあの石のね、石製のメガネ橋なんですけど、昨日ホテルの人が言ってて面白かったのが、そう、あのメガネ橋、流されないように作った頑丈の橋なんですけど、めっちゃ頑丈で、しかもそこにこう川のなんていう流れてくるものヘドロとかも含めてせき止めちゃって、めっちゃ川が氾濫するから危ねえってなって、今の昨日あった諫早公園の近くに移設されたらしいです。確か諫早大水害っていうのが1950年代かな60年代かなにあったんですけど、その後に、移築されたらしいです。今写真撮られてる方が何名かいますが、ちっちゃくて見えないかもしれないですけど、白いね鳥が結構いて、ここはもしかしたらバードウォッチングのスポットなのかもしれないですね。本名川だったかな。結構昔はよく氾濫する暴れ川っていうんですかね、とかで有名で、川幅広げたり、あとはさっきのメガネ橋移築移設したり、そんなね川らしいですが、今朝はのほほんといい天気に鳥さんたちがおります。はい、干拓の里までちょっと歩いていこうと思います。はい、コーヒーをいただきながら干拓の里まで歩いていこうと思います。めちゃくちゃ広い田んぼかな、農地が広がってます。背景にね山も見えてかなりいい感じなんですけど、長崎に移住して10ヶ月ぐらいがね経ったんですけど、市街地に長崎やっぱ平地が少ないんで田んぼとか存在全然しないんですけど、久しぶりにね田んぼ見た気がします。久しぶりにこんな平地を見た気がします。はい、だいぶ歩いてまいりました。もうね市街地が遠く見えない感じでございますが、もう少しで干拓の里に、到着しそうです。はい、干拓の里に到着しました。この中に資料館があるそうなので行ってみようと思います。はい、干拓の里の中の、はい、干拓の里の中の諫早干拓資料館にやってきました。かなりね子連れが多くて、一人で入るのちょっと恥ずかしかったんですけど、お前一人で干拓の里を入るのみたいなのがねすごい。干拓は海や湖の一部を堤防で仕切り、その内側の水を押し上げて土地とするものです。はい、干拓資料館と干拓の里をちょっとだけ散策してみました。今からね、小長井に、移動して牡蠣をね、食べたいと思います。先ほどの資料館によると、諫早に今ある平地の多くの部分は、干拓によってできたらしくて、有明海、こう、ぐるっと湾になってると思うんですけど、が、反時計回りに、こうね、海流の流れで、土砂をこう運ぶらしいんですけど、それがいつもその諫早のこの諫早湾っていうのかなにたまるらしくて、
毎年土砂が3センチから6センチぐらいこう溜まってたらしいんですけど、鎌倉以降とかにすごいねずっと干拓が繰り返されてて、今ある平地が広がっていったらしいです。はい、しばらく歩いてだいぶね民家とかが見えるところまでやってきました。で、肥前永田駅かな、っていうところなんですけど、そこからバスに乗って小長井まで向かおうと思います。はい、小長井周辺にやってきました。で、実は今年の小長井牡蠣、そう、牡蠣が有名なんですけど、解禁が12月過ぎてからだそうで、まだね解禁されてないっていうことで、ちょっと牡蠣は食べられなそうなんですが、もう一つのねあの目的、フルーツバスで、さっきもバスの中から何個か見えましたけど、こんな感じなんですね。ちょっと見ていこうと思います。はい、近くで見るとこんな感じです。小長井牡蠣は食べれなかったんですけど、ちょっとね気になるパスタ屋さんがあるので、ここでお昼を食べようと思います。もう時間3時近くなんですけど、こんなに車があってかなり期待大です。はい、パスタローさんでパスタ食べてきたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。パスタがすごいもちもちして、生パスタっていうんですかね、なんですけど、バターとチーズでシンプルに味付けされてると思うんですけど、それがめちゃくちゃ美味しくて、で、最初はそのまま食べてくださいみたいな感じのご案内が書いてあって食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、で、その後ミートソースと混ぜて食べてももうめちゃくちゃ美味しい。家の近くにあったら週1以上で通いたくなるレベルのパスタ屋さんでした。